元日の午後4時10分、あれから1ヶ月、各地で祈りが捧げられました。お知り合いの方でも亡くなられた方いらっしゃいますし、そういった方のことも思いながら、だけどそれだけじゃなくって、これから新しい日常を築いていくということをみんなで頑張っていこうという気持ちで。変化っていうのはないけど、揺れた怖かった地震を思い出しました。この時間やったんやっていうふうに。あれから1ヶ月、あっという間の1ヶ月ですけど、もう本当に見た通り、やっぱり現場がそんなに変わってないので、やっぱり今後もまだまだこう厳しいといいますか、そういった日が続くんだろうなというふうに思いました。元気な朝市復活できた時には、また皆さんが輪島にいらしていただけるように、また我々も頑張りたいなというふうに思います。はい。志賀町の中川美咲さんは、亡くなった5歳の息子との思い出の海岸を訪れました。辛いのも変わらないですし、その気持ちも全然整理つかないままですね。なんか保育園行ってるのかなっていう感覚です。その日ばっかり立って寂しいですね。能登町の役場では、地元の高校生がふるさとへのメッセージを掲げました。この作品を、いろんな人に見ていただいて、私たちの感謝の気持ちと少しでも前を向くきっかけになっていただけたら嬉しいなと思います。黙祷。長谷知事は今日午前記者会見し、犠牲者への追悼の意と復興に向けた決意を示しました。この亡くなられた方々がこれからも思い出の中に生き続けることができるような、そういう目的を持って前を向いて歩んでいかなければならない。午後新たに立ち上げた県の部局を横断する復旧復興本部の第1回会議が開かれました。被災地の農林水産業や伝統産業の再建などを柱とする創造的復興に取り組むことを確認しました。また被害の大きかった輪島市や珠洲市など6つの市と町の住民を対象に、災害義援金の中から見舞い金として一律5万円を支給することを決めました。はい、こちらは奥能登を代表する観光地の一つ見附島です。もともとは綺麗なひし形をしていたんですが、今回の地震で大きく崩れてしまいました。そしてその近くにあるこちらの漁港も津波によって大きな被害を受けました。船は転覆、そして陸に乗り上げたものもあります。そしてこの珠洲市のこの放流町のエリアなんですけれども、海の近く数多くの住宅というのも立ち並んでいる地域になります。景色は一変しました。1ヶ月経ってもほとんど手がつけられず、そのままの状態となっています。津波で押し流された車が、4台折り重なるようになっているのが分かります。ここは本来その見附島に向かう道路で、
海水浴シーズンなどには多くの車が行き交う、にぎわっていた道路なんですが、このような状態そのままとなっています。そしてこの足元なんですが、本来私たちが立っているこの橋の位置に道路高さがあったんですが、大きく沈み込んでしまっているのが分かります。道路はガタガタの状態です。そしてこちらの古民家なんですが、実は私中継で去年の7月にお邪魔をした古民家になります。1階部分車が突っ込んでしまっていますが、去年7月はこのような状態でした。実は古民家を改装して若者が集う場所を作りたいと、東京の方がこちらでレストラン兼カフェをオープンしてまだ半年というような状況でした。お店のオーナーの方は、避難して無事だったということですが、もう再開のめどは立たないということです。そしてこの辺りの地区、高齢の方が非常に多い地区になるんですけれども、実はこの裏手にですね、100年以上地元に愛され続けた銭湯温泉がありまして、その温泉も今回の地震津波によって壊滅的な被害を受けました。そのお店の方に、銭湯の方にお話を伺いました。珠洲市宝流町で銭湯を営む橋本宗太郎さん、地震の直後この道を津波からの避難を叫びながら妻の実家に向けて自転車で走りました。昨日この惨状を改めて目の当たりにしました。自転車こいで、ひどいな。いや、自分これ雪溶けてから初めて来たんかな。いや、びっくりですね。家族は無事でした。しかし生活していた家は全壊。この平屋で家族で一生懸命頑張ってきたんで、子供たちの思い出のなんかパパの写真とか、写真というか絵描くじゃないですか、保育所で、はい、ああいうのとかも全部ぐちゃぐちゃになって、それが一番最初に悲しかったですね。創業以来100年以上地元の人たちに愛されてきた宝湯。しかし地震と津波で倒壊し、入浴中だった常連客の一人が犠牲となりました。こういうふうに立ってましたね。これは全部こっちにズドーンってきましたね。発災から2週間後、家族との思い出を探しにこの場所に戻ってきた橋本さん。瓦礫の下からある音が聞こえてきました。これ見つけた時は何を感じますか？なんか、いや、正直ちょっと嬉しかったですね。その時は自然とこう気持ちが高ぶるというか、ずっと沈んでたんで、自然とちょっと元気になる。この源泉を倒壊を免れた別館に送るため、ホースをつなげ瓦礫の下を通しました。そして先週、宝湯の温泉が奇跡的に復活しました。すごい無理が知らず知らずのうちにかかってますんで、気持ちがいっぱいいっぱいだと思うんですけど、そういう中でこう温泉に入ると心身ともに癒されるお風呂なので、ぜひ入ってほしいですね。さらにこのお湯は断水状態の町でこんなことにも使われ始めました。近所の美容室による散髪サービスです。壊滅状態の町で復興の兆しとなった温泉。まず最初にやっぱり宝井の銭湯の方で亡くなられた常連のおじいちゃんのご家族、孫さんとひ孫さんに最初に入ってもらいたいですね。こちらがその倒壊した宝井になります。そしてこちら足元にホースをつないで奇跡
的に復活した見つかった温泉、今も湧き出ているのが分かります。橋本さんに許可をいただいて触りますけれども、本当に今寒いので、はい、暖かいなということを感じます。33度だということです。で今外しているんですが、ここから、ホースを通して、はい、この向かい側にある、別館に今は、そのお湯を溜めているということです。そしてこの先にですね、今空いている、スペースがあるんですが、今日午前中髪を切っていたんですが、ここに、近くで倒壊した、美容室、その美容師の方が、2日前から、この場所で髪を切っているということです。藤井さん、地震からね、今日で1ヶ月となりますけれども、避難されている皆さんはこの1ヶ月という時間をどのように感じていらっしゃるんでしょうか。はい、避難所で取材をしたんですけれども、長かったなという方もいらっしゃいますし、あっという間だったという方もいらっしゃいます。そして、1ヶ月という期間でとにかく歩み続けてきた、そういった方で自分が疲れているのかどうかもわからないという方も中にはいらっしゃいました。この宝屋の橋本さんは、橋本さん自身もたくさんのものを失ったんですが、そういった方をなんとかこの温泉で癒せるようにしたいんだということを話していました。この後ではですね、このスペースに簡易の、湯船をこう作って、そこで、地元の方、そしてボランティアの方を、今後少しでも癒していきたいんだということを話していました。以上、中継でした。ここからは地域防災・減災がご専門の北陸学院大学田中純一教授にお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。お願いします。先生、今日で地震からちょうど1ヶ月ということで、この1ヶ月間何度も被災地に入られたということなんですが、率直に被災地の現状どうお考えですか。そうですね、ついこの間も穴水町へ行ってきました。いろいろ現地で活動して夜になったんですね、はい、で金沢に戻ろうっていうことになったんですけれども、はい、街の中が真っ暗だったんです、はい、電気が来てないわけではなくて、人の生活のこう動きがないというかですね、はい、いらっしゃらないので、どこの家にも電灯がついてない、はい、であれを見た時に、あ、もう1ヶ月経つんだ、だけどこんな真っ暗な街になるんだ、でそう実感した時にですね、まだまだ途上なんだ、本当にたった1ヶ月しか経ってないんだという思いの方が強かったですね。それを本当にまざまざと見せつけられた感じがしたということですよね、はいはい、今日はその1ヶ月の現状についてテーマ別にお話を伺っていこうと思います。でまずは避難者の数についてです、はい、でこちら県の発表では1月4日の時点では3万4000人余りいらっしゃいましたが、はい、今日の時点でおよそ1万5000人になりました。内訳見てみますと、一時避難がおよそ9200人、 1.5 次避難がおよそ300人、二次避難がおよそ5000人となっています。はい、これ数字だけで見ますと2万人近く減少した形にはなってはいるんですけれども、現状自宅に戻られたりですとか、その親族の方々のところに身を寄せたりとか、そんな実態で改善されているとは言えないと思うんですが、現状どのように見てらっしゃいますか。おっしゃる通りだと思います、はい、避難の生活が多様化しているだけであって、はい、生活がこう改善しているとかですね、もう復興したということはもう全くないと思うんですね、はい、場所がどうであれ、やはりその避難をされていて、過酷な避難生活をされている方がですね、はい、まだまだ多数いるということは、はい、我々こう忘れてはならないと思うんですね。で一方でこの数字が分散することによって、はい、なかなかこう現状が捉えきれない、忘れ去られてしまう、そういった恐れもありますから、はい、こういったメディアを通じてですね、しっかりとやはりそういった事実は現状は伝えていく必要がこれからもあるなというふうには思ってます。何が課題なのかもしっかりと伝えていく必要がありますよね。
避難に関してはこれまで震災伝言版の方でもご意見いただいていました、はい、例えば自宅避難に切り替えたけれども支援物資を避難所に取りに行っていいのかわからないという声もありましたよね。そうですね、こういった声非常に多くて、迷いがある方結構いらっしゃると思うんですけど、改めて今までもお伝えしましたが、その自宅の避難されている方も支援物資取りに伺っていいんですよね。そうですね、はい、避難所のところにですね、物が届いてます。で各世帯で在宅避難をされていてもですね、そこにこう個別に宅配便のようにデリバリーするわけではないんですよね。ですからその集積している避難所に必要なものは取りに行っていいと思います。でその時一言管理をされている方にですね、マスクが欲しいんだとかですね、はい、言って分けてもらう分には、全く問題はないと思います。で先ほどの話のようにですね、こう避難している先が分散してしまうとますます、もらいに行きづらいとかですね、はい、もらえないっていうような声なんかも今出てきてますから、はい、こういったところにどのようにですねニーズに応えて必要なものをお届けするのか、はい、これもまたこれからちょっとしばらく続く課題なんだろうなというふうに思ってます、はい、そうですよね。もし一人で取りに行きづらい場合は同じく自宅避難されていらっしゃる方とともにぜひ取りに行っていただきたいですよね。そして二次避難も進んではいるんですけれども、こういったご意見もありました、はい、自宅や二次避難所に移ったはいいものの、一人になってしまってコミュニケーションが取れない、孤立をしてしまっているというお悩みもありましたね。そうですね、こういったお悩みとともにまた二次避難所での食事の格差なんかの問題も聞いています、うん、こういった課題についてどうお考えですか。そうですね、はい、二次避難所はですね、今正確な数字はどうか分かりませんけれども、1月の25日頃の数字では172箇所、はい、旅館であるとかホテルとかですね、二次避難先のところで生活されているという、伺っています、はい、ところがその一つ一つの避難所のホテルや旅館でですね、はい、実際にどんな生活をされているのか、細かいところまでのフォローアップがまだできてないんですね、はい、ですからホテルにいらっしゃる方々がこういった悩みがあるんだけど不安があるんだろう あるんだけどと言ってもですね、はい、それにこう即応できるような窓口が設けられてなかったりですね、はい、ということからなかなか不便不自由をされている方もいるんじゃないかなというふうに思うんですね。できるだけ、はい、巡回をしていただいてですね、はい、そういった悩みに一つでも多くそしてスピーディーに応えていく体制を作ってほしいなと、はい、それが結果的に1ヶ月後2ヶ月後3ヶ月後仮設住宅等にですね避難をされる時のやっぱり力になっていくと思いますので、これはぜひとも行政の方にはですね大変だと思うんですけれども一人一人に目を向けてほしい、そう思ってます、はい、続いて生活再建のためにも必要とされているボランティアについてです、はい、県の災害ボランティアは事前登録者がおよそ1万8700人いるのに対して各自治体での1日あたりの受け入れは穴水町で15人、七尾市で20人、珠洲市は今週の土曜日から12人程度となっています。これ1日あたりの人数としては決して多くないと感じるんですが、これで支援が足りるんでしょうか。はい、決して少なくないじゃなくて全く足りないと思ってます、はい、でただ、現状ですね、余震であるとか、道路事情等でですね、そう簡単に行ってくれと言えない事情も十分に分かります、はい、で一方でボランティアといってもですね、スーパーボランティアという言葉が以前あったようにですね、いろんな技術であるとか経験とか知識を持った方々が実は全国にいっぱいいるんです、はい、令和4年の小松の水害の時にも我々現場に行ってもですね、泥出しぐらいしかできないんですよね。ですけれど家の中のどういったふうに泥を出したらいいのか、その壁の内側に入った泥はどんなふうに除去したらいいのか、こういったことを分かっている人たちが入ると非常にこう的確にスムーズに進むんですね。でボランティアといってもそういった方々がですね、まず最初に現場に入っていく、はい、そして次に一般のボランティアの方がついていく、いくつかこう層に分けてボランティアを捉えていくっていうのも必要なんじゃないかなというふうに思うんですね。とても大事なことですよね、はい、続いては1ヶ月を超えてますます懸念される災害関連死についてです。はい、まずはこちらご覧ください。県内では今日時点で亡くなった方が240人、そのうち15人が災害関連死と認定されています、
2016年の熊本地震では地震による直接死が50人に対して災害関連死がその4倍以上の218人でした。大半が70歳以上の高齢者だったというデータもあります。はい、そしてもう一つ見ていただきたいのがこちらです。こちらは熊本地震の際に災害関連死がどの時点で起きたかというのをまとめたグラフになります。1ヶ月が経ってから3ヶ月までの間に53人が亡くなっています。この数字は発生後1週間以内の数字と同じということですね。リスクが高いということなんでしょうか。はい、先生、この1ヶ月以降から3ヶ月の期間というのはまだまだその災害関連死の危険性が高いというのがよくわかりますね。はい、おっしゃる通りだと思います。はい、私も熊本県は益城町に何度か、はい、お邪魔させていただいたこともあるんですけども、まあ、この関連死非常に人事ではないと思ってます。やはり今現在もですね、避難所で一時避難所で生活をされていらっしゃる方もいます。在宅もですね、はい、やはり壊れたお家の中で生活されているという中ではかなりやっぱりストレスがこう、はい、とかですね、疲れ、身体の疲れというのがですね、こう蓄積されていくと思うんですね。ですのでこの1ヶ月乗り切った、数字が減った、あるいは二次避難所に入った、だから安心だ、これは多分安易な観測になっちゃう可能性があるんですね。はい、ですので引き続きやはり注意をしていただきたいと思ってます。特に長期の避難生活によって、はい、やはり体や心に疲れが今蓄積しています。もう一つはリロケーションダメージといってですね、はい、住んでらっしゃる場所をですね、こう転々としていく、何度もですね、場所を変わることによってやはり心であるとか体にこうストレスが及んでですね、はい、まあ、これが結果として疾病疾患の重症化につながったり、最悪の場合にはそういった関連死にも、結びつきかねないような事態にもなるんですね。ですのでやはり最新の注意がまだ必要だと思います。はい、ですよね。心のケアも必要になってくると思うんですけど、この災害関連死を防ぐためにどういったことに気をつければいいですか。そうですね、はい、一つはやはりこう体を動かしてですね、できるだけリフレッシュをするっていうことと、お互いにやっぱり声かけをするということです。はい、で今1.5 次避難、2次避難でこう離れてらっしゃる方がいるんですけども、はい、やはり郷土のふるさとの方がですね、はい、LINE でもいいです、電話でもいいです、うん、声をこう時々、聞かせるとかですね、メッセージを送るとか、はい、あるいは東京のお孫さんがこう電話をかけてるとかですね、あるいは二次避難先に行っても、あるいはそういった福祉避難所やですね、福祉施設に入ったとしても、以前暮らしていた時との部屋にこうあるようなカーテンの色だとか、はい、ぬいぐるみだとかですね、以前馴染んでたそんな環境に近い状態にしてあげることで、人の心っていうのはやはり落ち着いたりもしますから、はい、そういった些細なことなんですけれども、その積み重ねの中で心の安定、それはストレスの軽減につながっていくと思うので、やはりいろんな工夫をしていただきたいなというふうに思ってます。ちょっとした工夫で全然違いますよね。そうですね。はい、また番組の中でもそういった二次避難されてきた方々 の、 その集まって話すような場所、カフェができたよっていうのもお伝えしましたけれども、はいはい、今後もそういった場所が増えていくといいですよね。はい、そう思います。はい、できるだけ意識してこう集まって話をして、そしてその話を聞いてほしいって方もいますから、はい、我々ですね、二次避難所の周りにいらっしゃる方々が今度聞く側に回ってですね、はい、そうやって対話コミュニケーションをこう重ねていくっていうこともとても大事だと思います。私たちもどこにその避難されている方がいらっしゃるかというのを把握して、ちょっと意識するように努めたらいいですね。はいはい、さあ、番組では震災伝言版という形で皆さんから声をお寄せいただいております。今日お寄せいただいた声をご紹介していきます。はい、一部抜粋してご紹介していきます。はい、今日は金沢市の30代の女性からいただきました。はい、私の祖母の家は全壊し、おじさんの家は津波に飲み込まれました。もろた命、亡くなった方の分まで大切にせんなんねと泣いています。うん、日本、海外問わずニュースを流し続けて、みんなで震災を考えてほしいです。いや、この被災された方はもちろん、このニュースとかを見て心が痛むという方も非常に多いとは思うんですけど、
先生、やはり知っていただくことって大事ですよね、現状を。そうですね、はい、やはり現実を我々受け止めてですね、やはり次につなげていかなければいけないと思うんですね、うん、で特に被災された方々というのはやはり1ヶ月後、3ヶ月後、6ヶ月後、一体自分がどこにいてどうしているのかっていう、この短期の将来展望さえですね、今描けない状況にあります、はい、でその中ではやはり情報をできるだけ共有してですね、はい、で現実を捉えた上でやはりその未来に向けてこう自分なりにこう前に進めるんだ、うん、未来に戻るんだ、はい、そういったことをですね確実にしていくような情報の発信とですね、うん、情報の受け止めとそしてそこでの対話っていうのが、はい、これからますます必要になるんじゃないかなというふうに思ってます。先ほども本当に細分化されているっていう先生の言葉が印象的だったんですけれども、その分私たちもそれぞれのニーズを把握してしっかりと伝えていかなきゃいけないんだなというふうに感じました。田中先生ありがとうございました。ありがとうございました。県によりますと今日午後2時現在で1万4431人が自宅を離れ避難所での生活を余儀なくされています。このうち県が呼びかけている金沢市内などの旅館やホテルへの二次避難は合わせて217箇所で4944人にとどまっています。二次避難所への移動がスムーズに進んでいないことについて長谷知事は、送り出し側と受け手側とのいわゆるマッチングが情報共有が混乱した中で十分ではなかったということはまずお詫びを申し上げたいと思います。長谷知事は避難生活を余儀なくされている人たちの要望などについて引き続き丁寧に聞き取りを行う考えを示しました。珠洲市総合病院が外来診療を再開したのは内科、外科、小児科など7つの科です。一時は病床の8割以上が埋まるほど逼迫した状況で重症の患者を金沢市などの病院に搬送するなどし再開に至ったということです。本当待っとったんですね。こういう災害ですからちょっと片付けもありますから早く治さないとと思いがあったもんですから、今日本日からは外来が元に戻ったということできちっとした治療なり診療が行われるというふうに思っています。一方、輪島市では家屋の倒壊などによる災害廃棄物の回収が始まりました。目印として災害の災の字を書いて家の前などに置いておくと回収される仕組みで大きな家具や家電がトラックに積み込まれていきました。ああ、もう本当に助かりました。食器棚も全部ダメになったのでもう今の間に家の中軽くしようかと思って出しました。混雑を避けるため廃棄物の仮置き場への直接の持ち込みは受け付けていないということです。報道関係者などを対象に行われた今日の試乗会、金沢から敦賀延伸区間を走る北陸新幹線に一足早く乗り込みました。金沢駅を出発して間もなく見えてきたのは騎馬型です。わあ、すごい。歩いてるだけじゃわからないこの新幹線ならではの景色ですよね。車窓に広がるのは小松市の騎馬型公園、壮大な景色を一望できます。しかし残念ながら今日はあいにくのお天気。晴れていれば美しい霊峰白山の姿も見られるということです。そしてあっという間に小松駅、加賀温泉駅を通過して福井県に入ります。トンネルを抜けたらもう福井県、さっき金沢出たばっかりですよ。あっという間に石川県を出て福井県です。早い。金沢敦賀間は在来線特急のサンダーバードより30分ほど早く移動できるようになりました。敦賀駅到着しました。もう
あっという間、1時間経ってないですからね。この圧倒的なスピードと見てきた美しい景色をあと1ヶ月と少しで多くの方が体感できるんですね。いやー、早かった、びっくりです。能登半島地震で県内の経済にも大きな影響が出ている中、新幹線の開業が復興の後押しになることが期待されます。金沢敦賀間は予定通り3月16日に開業します。元日に起きた最大震度7の地震で、県内ではこれまでに238人の死亡が確認され、19人の安否が分かっていません。発災から1ヶ月が経った今日、長谷知事は犠牲となった方々への追悼の意と復興への決意を示しました。この亡くなられた方々がこれからも思い出の中に生き続けることができるような、そういう目的を持って前を向いて歩んでいかなければならない。地震の直後から続いた停電は各地でおおむね復旧したものの、断水は七尾市でおよそ1万4600戸、輪島市でおよそ1万戸など8つの市と町の合わせて4万戸余りで続いています。住宅の被害は分かっているだけで4万6000棟を超え、1万5000人近くが今も避難所に身を寄せています。輪島市では昨日初めて仮設住宅が完成し、今年3月末までにおよそ1300戸で入居できるようになる見込みです。しかし入居の申し込みは7000件近くに上り、生活再建への見通しは立っていません。